こんにちは、ロビンです。テルルだよ。今日は生成したイラストの型抜きを行うマスキングの比較をしてみます。マスク、前回の動画で V2V の制作を支援してくれる EB シンスユーティリティという拡張機能を紹介しましたね。ポチポチしてれば簡単にロトスコープが作れちゃうやつね。実際に使っていて感じたのですが、ステージ1で行うマスクの作成、その精度が非常に良いのです。耳までバッチリ抜けてね。この作業を他のマスク作成ツールで行うと左のようになってしまいます。全然精度が違うね。どうやっているのか気になって調べてみたところ、プレメリさんという方のトランスペアレントバックグラウンドというプログラムを参照しているようです。で、試しに個別でインストールしてみたらとても便利だったので、今日はそのトランスペアレントバックグラウンドの紹介と、良い機械なのでオートマチック1111で使える各種マスキング背景除去拡張機能、合わせてその使い方について紹介してみたいと思います。ところで、なんでマスクの比較なの？マスキング機能の性能が作業効率に大きく影響するためです。イラストを加工して何か別のもの、例えば自作ポエムの挿絵やゲームに利用したいときに、背景の切り抜き作業は避けて通れません。キャラの立ち絵とかアイコン制作するときだね。この不要な部分を削除するという作業はもちろん手作業でもできるのですが、できれば自動化して効率的に行いたい作業でもあります。実際に GitHub 上で背景除去で検索するとたくさんのリポジトリが出てきます。みんな同じこと考えてるんやな。今回はこの EB シンスユーティリティにも組み込まれていたトランスペアレントバックグラウンドをインストールしてみます。プレメリさんの GitHub にアクセスします。インストールはすごく簡単で、TIP インストールトランスペアレントと入力するだけです。いつも仮想環境だの BNB だの言っていますが、こういうツールはどこでも呼び出せた方が使い勝手良いので、グローバル環境にインストールしてしまいます。場所はどこでもいいので、コマンドプロンプトを起動します。そしたら TIP インストールトランスペアレントと入力してエンターします。自動で必要なものがかき集められてインストールは終わりです。簡単やな。どうやって使うの？このトランスペアレントバックグラウンドはコマンドラインで動作するツールです。例としてこの画像の背景を除去したいとします。背景を除去したい画像がある場所でコマンドプロンプトもしくはパワーシェルを起動します。そしたら次のように入力します。トランスペアレント -バックグラウンド。これでトランスペアレントバックグラウンドを呼び出して、ソースファイル名、これで素材を指定します。エンターを押してみると、このように背景だけ除去した画像が出てきます。おー、綺麗に抜けとる。有料のペイントソフトと比較しても遜色ない出来ですね。マスクを作りたいのなら、後ろに -タイプマップと続けます。これでエンターを押すと、背景が黒抜きのマスクが作成されます。 EB シンスユーティリティで作ってくれたやつと同じだね。他にもタイプグリーンと入力すればグリーンバックにしてくれますし、タイプホワイトと入力すれば白背景にもしてくれます。さらに他の画像ファイルを指定すれば合成もできちゃうんですよ。何これすごい。さらになんとこのツール、バッチ処理もできちゃいます。え？例えばこの素材というフォルダに入っている画像すべてを一括で白背景にして、隣のアウトプットというフォルダに出力してみます。次のように記述します。トランスペアレントバックグラウンド、ソースで画像が入っているフォルダのパスを指定して、タイプホワイト、デスティネーションで出力先のフォルダパスを指定します。これでエンターを押すと、わー、一気に白背景になっとる。ローラ学習の素材用意するのにちまちま手動で白抜きしてたのは何やったんや。軽快で高速、しかもコマンドラインでどこでも呼び出せる大変便利なツールですね。あとおまけで、ソースに動画を指定すれば動画の背景も抜けます。簡単に雑コラ素材作れるじゃん。有料動画編集ソフトでなければできないようなことが、ちょちょいとコマンド一行叩けばできちゃうわけですから、良い時代になったものですね。せっかくマスキングツールの話をしたので、オートマチック1111で使える拡張機能をいくつか紹介します。背景除去には定番の拡張機能があります。ABG リムーバー。これは昨年からある背景除去機能で、 WebUI 歴の長い人なら真っ先に思い浮かぶ拡張機能でしょう。特徴は何といっても T2I、I2I 用のスクリプトとして実装されることと、
カスタム色選択で好きな色の背景に差し替えられることです。いつもの生成とマスクの生成が同時にできちゃうんですね。この拡張機能はアニメセグメンテーションというプログラムを WebUI に実装した機能です。おなじみハギングフェイスに元となっているアニメセグメンテーションのオンライン使用版が存在するので、そちらでも同じマスクを作ることができます。試してみると良いでしょう。 PB リムツールズ、これは新規に追加される専用タブで操作することになります。ツールズの名の通り、いろんなタイプのマスキング機能を内蔵したものですが、ベースは先ほどの ABG リムーバーなようで、特に設定なしに使うと ABG と同じマスクが出てきます。基本的にはすでに生成済みの画像に対して使えるようになった ABG という印象の拡張機能です。ポストプロセスにタイルディビジョンまたはキャスケードという設定があって、オンにすると精度が上がるようです。割愛しますが、メタ社旧 Facebook の物体検出モデルを別途インストールすると、要素の一部を切り取ったりもできるようです。 WebUI RimBG、 これは GitHub 上で最も有名な背景除去プログラムである RimBG というものをオートマチック1111氏が WebUI に実装した機能になります。エクストラタブに追加されるのが特徴です。エクストラタブなのでフォルダ指定でバッチ処理ができることと、需要があるかは分かりませんが、リサイズでアップスケーラーを選択すると大きなマスクを作ることができます。マスキングに使用するネットを選択できますが、基本的に一番上の U2 ネットを選んでおけば良いと思います。いろんな機能があるんですね。で、どれを使えばいいの？当然そうなりますよね。簡単に比較してみましょう。線の強いデフォルメイラストとよくあるポートレート、そして実写風のイラストを使って比較してみます。無費用。フロントエンドとしての性能ではなく、あくまで採用している検出モデルの比較と捉えてくださいね。まずは線がはっきりしたイラスト、左上から ABG リムーバーと TB リムツールズ、 TB リムツールズにキャスケード処理を挟んだもの、1111氏の WebUI リム BG、 そしてトランスペアレントバックグラウンドです。綺麗に抜けてるのはトランスペアレントだね。耳から髪の毛、尻尾まで綺麗に撮れてますね。ついでポストプロセスにキャスケードをオンにした PB リム、 ABG といった具合でしょうか。リム BG は手も耳の検出が弱いのか消えちゃっています。続いてよくあるポートレート、これもやはり綺麗に抜けるのはトランスペアレントですね。拡大してみるとその差はより顕著で、毛先が入り組んだ部分や襟足なんかもトランスペアレントの方が綺麗です。この画像だと消し残しがほとんどないね。かといって抜きが強すぎてパーツが消失しているような部分もないので、味付けがちょうどいいんですね。続いて実写風モデル、これもイラストと同じくトランスペアレント、ついで PB リムになりそうです。髪の毛で見比べてみます。アホ毛までトレースしとる。細かすぎて伝わらないかもしれませんが、実写風モデルにおいてもやはりトランスペアレントに軍配が上がりそうです。結局どれがいいのかというと、パソコン操作に慣れていてコマンド入力の方が簡単だと感じる人、クオリティを求める人はトランスペアレント一択でしょう。逆にグイ操作の方がいいよって人は、キャラの切り取りとマスク作成なら PB リムツールズ、グリーンバックやホワイトバックにしたいなら ABG と、用途に合わせて使い分けると良いでしょう。上手に活用していきたいところですね。ところでさ、キャラの切り取りはイラスト加工とかでわかるけど、マスクの作成は動画の背景マスク以外で使い道あるの？簡単にマスクの活用法を紹介します。静止画でのマスクは I2I のインペイントアップロードで使うことができます。インペイントアップロード、これは通常のインペイント機能に加えてマスクを添付できる機能です。原画からキャラを維持したまま背景を書き換えたいときに使います。実際にやってみます。インペイントアップロードに先ほどの画像とマスクを放り込みます。下にスクロールしてインペイントノットマスク度にチェックを入れておきます。基本的にはこれだけです。あとはサイズ、デノイズストレングスを調整して、どんな背景にしたいかプロンプトを入力してジェネレートします。ここではたくさんのお花と入力しています。このようにマスクした部分を維持したまま背景だけ書き換えることができます。お花に囲まれとる。当然 I2I なのでコントロールネットの恩恵も受けられます。え、例えば Bing AI に描いてもらったこのサイバーパンク風の画像を背景に差し込んでみます。
コントロールネットを開いて画像をドロップ。都市っぽい背景なので MLSD やリファレンスあたり選んでおけば良いでしょう。ここでは MLSD にしています。あとはプロンプトにタガーで分析した内容を添えてジェネレートボタンを押すだけです。背景だけサイバーパンク風に書き換えてくれました。このようにインペイントアップロードでマスクを用いるとキャラをそのままに背景だけ書き直すことができます。ランダム生成で気に入った雰囲気のキャラが出たけど背景が気に入らない場合なんかにいいかもね。今日はコマンド操作で使える高性能な背景切り抜きツールトランスペアレントバックグラウンドと Web UI で使える切り抜き拡張機能の紹介と比較を行ってみました。ぜひ有効利用してくれよな。今回はこのあたりで、また来週。稲花粉でくしゃみが止まらないよー。